せーのっていうかちょっと見えてるね。せーの、はい。今日は石原選手、そして中田翔選手。 T ひろきホビーチャンネル、はい、こんにちは、ひろきです。今日当たったのが石原選手、そして、中田選手ということでですね、石原選手が106試合に出て守備率9割9分8厘で、盗塁阻止率が多分1位が巨人の小林誠司だと思うんですけど、石原がね2位タイで3割3分3厘らしいです。ちなみに初のベストナインゴールデングラブ賞ということで、ちょっと意外でした。もう一枚中田選手なんですけど、打点110でタイトルホルダーでも、この間調べた時得点圏打率が異様に低いなと思って、得点圏打率3割台になればね、もっともっと打点取れたんじゃないかなと思います。ちなみに中田翔選手、広島出身だそうで、日本ハムで年俸上がるようだったら FA で移籍もあり得るのかな。このコーナー実はあんまり人気ないんですけど、実はこのコーナーで僕3つ予言してることがあるんです。まず1つ目、広島2連覇。4月終わった時点で広島がなんと首位ということで、やっぱり広島の打線好調ですね。田中、菊池、丸、鈴木誠也が最近4番ですよね。投手陣もね、黒田抜けてどうかなって思ったんですけど、大瀬良だったりとかね、若手の選手がやっぱり続々出てきますよね。今のチーム状態であればね、若手選手非常に大活躍してますので、今後5年ぐらい安泰じゃないですかね。続いて2つ目、鈴木大地4番説、見事に的中しました。でもね、第一4番座るような打線はね、マリンズファンでもね弱いなと思う。新外国人がね外れでしたね。まあそんな中でもね、福浦井口がいい働きしてくれます。まああとは日本球界で10年目を迎えるスタンリッチに期待しましょう。3つ目、これがね当たってほしくなかった。僕仕事帰りにスーパーで買い物をするんですけど、ナルスってスーパーよく行くんです。なんとプロ野球チップスありませんでした。それでおかしいなと思ったんです。他のスーパー行ってきたんですけど、あるじゃん。これが1個で買ったプロ野球チップス、ナルスより安いで、これがバロー1個、ナルス、バロー、チップスがなかったのはナルスだけでした。いやー、とりあえず安心ですね。これからもチップスネタできそうです。本日の動画以上となります。もしこのチャンネルもっとこうした方がいいよっていう方は、ぜひともコメントください。よろしくお願いします。はい、今日当たった選手は石原選手、そして中田翔選手でした。